はい、こんにちは、ちちちゃです。モンハンナウして今帰ってきました。今回イベントで分かったことと実際遊んできた感想お話しさせていただいて、今私が作ってる武器などをご覧いただければと思います。今日から様々なイベントが開始してます。朝の9時からはリオレイヤーアシュが出現し、新イベントが追加されてます。大連続狩猟には星5のジンオーガが追加され、ジンオーガの出現率がアップしてるんですよね。そしてさらに13時から18時まではモンスターの発生密度がアップ、および1時間ごとにポップし直しになってます。あとね、お得な課金パックも来てます。まずはリオレイヤーアシュについてなんですが、リオレイヤーアシュ思ったより登場してました。大量発生ってほどではないんですけど、結構モンハンナウって脇とかにランダム性が高いので絶対こうとは言えないんですけど、私がプレイしていたところだとドスジャグラスぐらいは発生してたかなって感じがします。なので結構狩り放題でした。1月1日からはリオレイヤーアシュがディアブロスアシュに変更になるので、ディアブロスアシュがねこの頻度で出てくれるなら、せっかくだからディアアシュミ作ってみようかなみたいな感じになってます。そしてモンスターの出現密度なんですけど、これもね体感で大変恐縮なんですが 1.5 倍ぐらい出てたかなって感じするんですよね。なのでちょっと歩いて狩猟して、ちょっと歩いて狩猟してっていうのを繰り返せたんで、めっちゃ楽しかったです。いつもこの頻度だったらいいのにな。ただ気になった点としては、リオレイヤーアシュが森林脇なので3ヶ月の期間限定のベリオロスがちょっと減ってた気もするんですよね。ベリオロスに関してはもともとそこまで多く発生しないので、もしかしたらこんなものかもしれません。一体リオレイヤーアシュはどのモンスターと置き換わって湧いてるのかちょっと気になってます。で、1時間のリポップの時間指定が13時から18時までなんですよね。夜間の事故防止のために、まあ、夜は控えてるとか、朝は寒いから朝はしないとか、そういう考えとかも多分おそらくあると思いますし、まあ、年末年始だからね、あの時間取りやすい方もいらっしゃるっていうことでこの時間になってるとは思うんですが、まあ、ただね、いろんなね生活スタイルの方もいらっしゃいますから、できたらね一日中してほしいですよね。で、私事で恐縮なんですが、この13時から18時の間、これハッピーアワーっていう名前らしいんですけど、この間ねめちゃくちゃ効率的に周回することができました。4周目の女友達のハンターと周回したんですけど、彼女ねまだねラドバルキン登場させてないんですよ。なので私と彼女では出現モンスターが一部違うんですよね。いや半分ぐらい違うかもしれない。4周目と5周目なので星の数が違うっていうだけのモンスターもいるんですが、例えば私視点で星6のプケプケが、彼女視点だと星8の飛びかがちだったり、私が星6の飛びかがちの場合は彼女は星5のアンジャナフだったり、あと私がパフバル星9だと彼女がドスジャグラス星8だったりしました。さらにイベント期間中でモンスターの密度がアップしてるので、ちょっと移動して立ち止まって、まあ、5頭6頭狩猟して、またちょっと移動して5頭6頭狩猟してっていうことができちゃったんですよ。疑似大連続狩猟状態になってました。しかも1時間ポップだったんで遠くに行くこともなく駅前をぐるぐる回ってるだけで良かったです。もともと進行度の違うペアで組んで狩猟すると普段からめちゃくちゃ美味しいんですけど、今回のイベントだと特に美味しいです。私だけにリオレイヤーアシュが湧いたり、彼女だけにリオレイヤーアシュが湧いたりもしてたんですよね。なのでまだ始めてないハンターさんとか、まだアップデート後のメインクエスト進めてないっていうフレンドがいる方は、今ペアでやるとめっちゃ美味しいよって言って誘ってあげてください。彼女には年明けディアブロスアシュの時にまた付き合ってもらおうと思います。で、イベントクエストやってまいりました。こんな感じですなかなか重いんですけど、モンスターのポップが多いのでハッピーアワーの時間であれば結構サクッと終わるかなと思います。あと大連続狩猟とかでもクエストが進むので、大連続狩猟とかも合わせてね、3時間に1回合わせてやっていくとクエストもなかなかねいけると思います。
星5のね陣王画が登場したことによって結構狩猟できる方も増えてますし、まあ、最近始めたって方も最初の1頭2頭とかが星3とかなんで、最初の1頭2頭だけ大連続狩猟で討伐して銭手に入るみたいなこともできちゃうんでね、そうやってやっぱ大連続狩猟も利用していきたいですよね。まあ、年末ということでめちゃくちゃ重いけど、それに見合った銭は結構いただけたかなと個人的には思っております。このイベントのクリア報酬で新しい武器も作れるようになってます。ハンター棒とかね、連射だから結構使いやすいかなと思うんですけど、ただ攻撃力が一番強化しても1596、ブロスボンが1979なんで、まあ、強化していってもそんなにめちゃくちゃ強いわけではないですけど、まあお手軽に使えるということで、まあ、いいんじゃないかなと思います。あとはお得な課金パックがこんな感じですね。ゆくとしくる年2023年末パック、これは大連続狩猟バージョンが回復薬20個と大連続狩猟チケットが10個。大連続狩猟チケットが1枚150ジェムなので1500ジェムですよね。で回復薬が1個60ジェムなので1200ジェムですよね。なので本当だったら2700ジェムするところが1980ジェムになるんで、大連続狩猟をよくやりますよとか、私みたいにね結構被弾しますよっていうハンターさんはこの大連続狩猟パックかなりお得じゃないかなと思います。3ヶ月半ぐらいで回復薬100個ぐらい使っちゃったんで5パックぐらい買おうかなと思ってます。でこれですね、ゆく年来る年のペイントボール、これねめっちゃお得なんですよ。3600ジェムなのが1980ジェムになるんで、ペイントボールをよく使うっていう方にはめちゃくちゃお得です。ペイントボールねもともと結構いいお値段するんで、通常このぐらいで販売してくれたらね嬉しいですね。まあ、この機会にちょっと多めに買っとこうかな。私もたまにね4人で持ち寄ってペイントボール使ってモンスター狩猟したりするんで、その時のために1個ぐらい買っとこうかなと思います。で今回ゲーム内だとジェムで購入になるんですけど、ウェブストアだと2023年年末プレミアムパックっていうのが出てます。これが、1万ジェニーと5500ジェムで7000円になってます。これに関しては1回限定です。1万ジェニーっていうのが1980ジェム分なんで1980ジェムお得になります。まだ7000円のパック買ってないよって方はそっちを買った方がちょっとだけお得になります。そこだけご注意ください。でね、気になるところとしてはこのハンターがつけてる2024のメガネ、これ多分年始のイベントでもらえる装備ですよねまたかぼちゃの時みたいにマルチプレイの時に攻撃力が上がるみたいな、そういった装備になるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。ただこの装備後ろから見たら見えないから後ろに何かね装飾とかあるかもしれないんですけど、どういった感じになるか非常に楽しみにしております。ということでイベント情報でした。じゃあちょっと私がね作っている武器とかを見ていただきたいんですけど、メインがライトボウガン使ってまして、まず水属性がジュラトドスのライトボウガングレード10の2、火属性がリオーレウスのライトボウガングレード10の2です。で雷属性が飛びかがちがグレード8の2で止めてまして、今育ててるのがジンオーガのライトボウガン、これがねグレード7の5なんですけど、これね見てください、これ私びっくりしたんですけど、ほら激凛。他の武器だとグレード7の5以降グレード8以降強化するためには流玉のかけらっていうレア6の素材が必要なんですよね。ジンオーガの武器に関してはジンオーガからしか出ない激凛が必要なんですけど、流玉のかけらグレード7の5からグレード8に上げるためには4個必要だったんですが、ジンオーガの武器に関しては2個でいいみたいなんですよ。そうこれびっくりした2個でいいんだって。ちょっとねさすがにジンオーガの武器強化、いやこれ結構大変だな、ドロップ率高いのかな、そんなことなさそうだなみたいな感じで悶々としてたんですけど、ちょっと緩和されてるみたいで、これは非常に良かったかなと思います。じゃあ早速強化します。やった嬉しい嬉しい嬉しいよ、グレード8だよ。うわ尻尾足りないですね。これ以降ちょっと激凛が何枚必要になっていくか分かんないんですけど、
心折れないように頑張ってあげていこうかなと思います。もうねグレード8の1の時点で攻撃力が1351あるんですよね。ライトニングブリッツがグレード8の2で1333なんですよ。で弾質的に もう絶対的に陣容画の方が強いので、しかもねジャスト回避も強化もついてるので、私は今後陣容画ライトボウガン使っていこうかなと思います。嬉しい。いやーこれからも1日3回頑張って外出します。陣容画討伐していこうと思います。ただね1人だと星8討伐できないんだよな。で氷属性なんですけど、レイゲーナのライトボウガンがグレード9の2です。でレベルアップに霜降り層が足りません。で今並行してあげてる氷属性ライトボウガンがこちらですね、ベリオロスのライトボウガン。防具を先に作っちゃったんでまだグレード5の3なんですけど、これ今後私2本とも育成していくつもりです。ただベリオロスのライトボウガンに関しては回避距離もついてるんでラドバルキンにめちゃくちゃ刺さるんですよね。あとはソロかマルチかとかで使い分けていきたいっていうのもありますし、あとで本当は最初はベリオロスだけ強化しようかなと思ってたんですけど、ベリオロス3ヶ月でいなくなっちゃうじゃないですか。そうなると今後アップデートとかでもうグレード10以上が追加された時、アップデートが春とか夏とかにありました、ベリオロスしばらく強化できないですよね。素材を集めることができないのでしばらく足踏み、冬になるまで氷属性が強化できないみたいな状態になることが想定できるので、レイギアナも並行して育てる必要性があるかなと思って、まあ、両方育てているっていう感じになってます。なんで3月までには頑張ってどちらもグレード10の5を目指していこうかなと思ってます。あと弓ですね、動画ではあんまり使ってないんですけど、一応ね私弓も育ててまして、例えばレイギエナアッシュの弓、これがね今グレード7の5です。まあ拡散やちょっとねナフされちゃいましたけど、それでもまあまあ強いのでこれも強化していこうかなと思っております。ゲルホンですね。ゲルホン、ディアブロスアッシュの時ちょっと私あんまりプレイできなかったんですけど、今回1日からがっつり出るということなのでこれも強化していこうかなと思っております。私のモンハンナウの進行度はこんな感じです。皆さんは今ハンターランクどのぐらいですか？また武器のグレードはどのぐらいでしょうか？進行度を知りたいんでよかったらコメントで教えてください。ということで今回はイベント楽しんでみました動画でした。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんモンハンナウの動画投稿してきますのでチャンネル登録もお願いします。またね。いやあったかくなってきた。Thank you.